はい、どうも、シュカレです。今回ですけども、20分間でメタルキングを使って、何経験値、稼げるのかやってみたいと思います。タイムアタックですね。エルサーゼの戦い、ここでやります。まあ、メタルキングの出し方大体分かったんで、もうあとはそこをもうね、やっていくだけだと思うんですけど、だいたい20分はどれぐらい経験値が入るのか、効率をちょっと見てみようと思います。まあ、で、思った以上にメタルキングの経験値少ないんでね、もしかしたら光の塔でやってる方が早いかもしれないですね、序盤は。ここ結構敵強いんですよ。いきます、20分スタート。まあ、順番として基本的にまあもうこれ、ルーラで点々としていくだけだと思うんですよね。おった！で、テリーに帰って、逃げるな、逃げるな、逃げるな。てててて、一瞬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 。マジ死ぬって。出ろ出ろ出ろ、回心出ろ。あうぜえ、来たー、し死んでた。よし、ハッスルしながら次このエルサで北部行きます。ほら移動しよう。タイプ G がめちゃ強いやろあれ。オッケー、幸先スタート。ほら、ほら、はい、交番逃げます。オッケー、ジェミト、もう敵倒すのはね、結構ね、しんどい。レベル低いんでね。普通にあいつら強いんで、多分あいつらを倒すよりも、メタルキングだけ狙った方がいいと思うんで、ここはまあそこでそういう作戦でいきます。オッケー。まあこれを繰り返すだけなんですけど、うまくいけば多分、一回でレベル2上がるし、いいとこですかね。どれが行くんですかね ?20 分間で。まあ、さっきは2万ぐらいですね。まあ、1匹。メタルキング1匹です。今ので。5体は借りたいですね。20分間で。20分で10万経験値だったら、まあまあまあ悪くないと思うんですよ。そんなには。まあ、どれぐらい行くのか。まあ、運も若干、だいぶありますけどね。よし、ルーラで、いきます。いなし。いなし。いません、ほい、いません。これ折れへんかった時悲惨やな。こい、おらん、マジか。おらん、きつい、くそー。まあ、こういう空振りもあるんですよね。まあ、いる時は2体とかいるんですけど、まあ、2体でも倒せるかどうかも分かんないんで、確定要素多いんですけどね、これは。まあ、平均してどれが行くのかってことですね。大体。うん。空振ったな。行こう。まあ、一撃2万はね、普通に経験値稼ぐよりは確実でかいんで、その点を見ると、悪くはないんですよね、一撃2万は。もうちょっとレベルでも上げほしいな。一気になんか5レベルぐらい上がってほしかったんやけど、俺的には。メタルキング倒したら。はぐれメタル1万でメタルキング2万ってちょっとしょぼいよな。せめてさ、8万ぐらいいるよな、8万ぐらいは。いつもだいたいそれぐらいだけど、メタルキングとはぐれメタルさって。うわ、でん。20-30% なんかな、俺確率。でん。頼むぞ、来いよ。来てくれ。くーわ、こん。うわぁ、ふわとろやで、ほんま、これ。おっしゃ、了解だ。おっしゃー、来たー。よし、なんか落としてないか、落としよる、落としよる、落としよる。こんなもんかけなかよ。おっしゃ、でかい。やっぱ、はやぶさの、はやぶさだっけ、はやぶさか。はやぶさの剣やってから、はやぶさの剣やったっけ、はやぶさ切りか。はやぶさ切りやってからの、まあ、テリーのやつは早いですね。あれが一番早いんかな、わからんけど。魔人切りとかもあるみたいですけど、まあ、スピードで行きたいですね。力のルビーつけて。
で、力のルビーのプラス値をもっと上げてね、回心率高めればもっといいのができると思うんですけど、まあまあ今はそんな余裕がないんで。オッケー、2匹目。今んとこ2ですね。2体倒してます。で、今経過時間5分で2体なんで、4分の1経過して、経験値4万か。まあこれ4倍して16万ぐらいなんやけど、計算的には。まあ、10万は超えてきそうな感じはしますね。まあ、20分間で10万超えるなら、まあ他のレベル上げ場所は確かに早いけども、このめちゃくちゃ効率がいいんかって言ったら微妙なとこか。まあでもやっぱでかいな、でも。もう4万入っとうって考えたら。バグメタル？あ、こいつも出てくるんや。OK、終わった。よし。よし。よし、OK。今5万ぐらいか、じゃあ。でかい。大物おるぞー！早っ、あいつ。あいつ早っ！あいつ、すばしっこいな、ほんま。おまわり聞いてます、みたいな感じやな、ほんま。すばしっこすぎるやろ、あいつ、ほんまに。早すぎるやろ、いくん。どこだ？おったおった！おい、プリンス！プリンス待って！あ、何しとんねん、おい！邪魔やぞ。プリンス待って！プリンス！プリンス！え、また出た。え、どこ、あ、どこる？おったー！いけ！いけいけいけ！きたー！よっしゃ。もう一匹おるな。もう一匹おるぞ。熱い。ただ微妙な場所おるな。おっしゃー、今、メタルキング3で、ハグメタル1という。お、来た！こっち来い、こっち来い、こっち来い、こっち来い。こっちだよ。何ギョンジュ、ボケが。逃げるな。おい！そう。おしゃれ。よし。いや、今回は経験値収穫あったぞ。3万。でかい。ペン欲しいな、ペン、ペン、どっかある？ちょっとペンで変えときます。キングが、今3台ですね。1、2、3で。メタル、ハグメタルが1ですね。変えときます。うわ、うまっ！結構やっぱ上がっとるだで。上がっとるで、でもめっちゃくちゃ。やっぱ早いな。うん。早いわ、やっぱり。これ。今まだ8分しか経ってないけど、もう今、経験値、7万ぐらいいってますからね。でかいな、7万って。だって今までトータルで稼いだ経験値50万ぐらいなわけやから、そう考えるとめっちゃ稼いでますよね、今もう。いきまーす。来い。くそ。はぐれでもいいから来いよ、はぐれでもいいから。はぐれでも結構うまいからな。1万でも結構でかい。さっきうまかったな、でも。合計で3体出てたもんな。メタルヒーの2体とハグメタル。来い！くそ！来いよ！来てくださいよー！いない！逃げよう。まあ、こういう時もあるからな。出る時はほんまに3体出るけど、出ん時はほんま出えへん。まあ、でも、力のルビーつけてからやっぱり早いですね。倒すのが早いというか、うん。やっぱ 15% 上がるってだいぶ違うんですよね、多分、回心率が。まあ、それは全然ちゃうもんな、15% 上がったら。一発あたりにつき 15% 上がったわけやから、それ全然ちゃうわ。んで、しかもそれが分身で3倍になったわけやから、だいぶ変わりません。もう必須やな、だから。正直。3倍やからな。まあ、あとはアリーナの爆裂剣も、あれ、気圧高いから、アリーナは。結構熱いと思うんですよね。あと他は、まあ、ヤンガスの魔人斬りとか、あの辺になってくるのかな。あとサミダレ打ちも結構いいらしいですね。いいみたいですね。サミダレ打ちも。ビアンカの。あれも結構倒せるらしい。まあ、アリーナの爆裂剣が一番なんか、うん、メタル狩りっぽいけどな、確かになんか。爆裂剣って。あれめっちゃ攻撃回数多いし、あいつめっちゃ強さ高いからな。マジで待っておらん。きつい。
だからまあテリーとかアリーナとかヤンガスとかあの辺はちょっと誰か一人は連れておきたいですね。これね、倒すときはマジかよ。そうヒレミト、リレミ島、リレミ島っていう政党立ち上げようかな、俺も。リレミ島を脱出しよう、言うてな。今、7万経験値か。およそね。まあまあ悪くない。まだあと10分あるからね。今10分経過したとこですね、ようやく。まあ、正確には10分。あ、今ちょうど10分経過したとこです。あと9分57秒、6秒。まだあるぞ。まだある、まだある。まだロスタイム来てないで。いや、これラストの前き上げ追い上げやばいと思うね、多分俺が思うに。来てくれ、頼むぞ、メタル、お前にかかったね、全部。行く、ルーラ。おっ。おら、ほっ。あー、くそ、これ雑魚敵倒せるなんてめっちゃ経験値効率ええんやろな。一回も出ずにもうずーっと。やばい、ただレベルが足りひんと思うな。あいつめっちゃ強いからな、あいつら。来い、うおー、マジか。そう、2、3回連続で、空振ったな。まあ、しゃあない。まあまあまあ、仕方ない。これ落ち着こう。まあ、レベル上げてこういうもんやから。いつの時代もレベル上げてこういうもんやね。まだ反復作業やからさ。メタル、洞窟でメタルスライムを追いかけた、追い続けたあの頃を思い出せ、ほんま。うん。結局、こういうことやねん。イルルカでもそうやねん。ずーっともうメタル、やりをしとったわけよ。一緒やから、これ、全部。全部一緒なんですよ。まあ、これ、ルーラで敵が出てくれるだけありがたいな、まだ。すぐにわかるから、答えが。おるかおれへんかな。探す必要がないもんな、これ。すぐ、パッて、行ったら、出てくるからな。それはでかいわな。ペケペペ、バカバビ、ボコボボ、ブブブブー。ルーラ、ドゥ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 。いない、おいよ。スマイル来い。あー、くそ、スマイリー。あの笑顔見せてくれ、俺に。もう一度笑いかけてくれ。おっしゃ、来た、微笑め、俺に。よし、端っこ行け、端っこ行け。オッケー、ああ、ええとこ行った。来た、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 これ、ええとこ行った。これ、絶対倒せるパターン。ありがとう！あれ、死な。あれ？どうだった？どうなってやがんだ、あろ。きたー、よし、行こう。次行くぞ。あー、オッケーオッケーオッケー、まあまあ。まあ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 ね。はい、メタルキング。4体目行きました、オッケー。あの、端っこを追い詰めた時が一番熱いな。もう、確定で方法を倒せるんでね、あれは。あいつをね、もう外に逃がすと厄介なんですよ。だから、斜めぐらいか、斜めから行った方がいいな、多分あれ。縦とか、あの横から行くと、結構逃げられるんで、斜めから追い詰めると結構斜めに行きやすい。多分あると思います、これは。よし、でかいで、ま、今んとこでかいで。まだまだこっからやからな。燃えたぎれよ、燃えたぎれよ。いけるぞ、いけるぞ。お前の魔力すべて解放して解き放てよ。いけるぞ。いけるぞ、勝てるぞ。結構20分長いな。これやったら結構長く感じるわ。行くぞ。まだ時間は、ある！まだまだ時間いっぱい戦えよ。ゲームセットの。くそ、あれが鳴り響くまではもうやめるなよ。ブザーが鳴るまでやれよ。ほっ！来た！あ、まずい、これまずい、まだ、うーわ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 、きついで。このなんか見たとき逃がしたの一番きついよな。精神的ダメージ一番大きいわ、ほんま。くそー、逃がした魚大きいで。
目の前まで来とったのにこう逃がすっていうこの気持ちよ。お前きついで。付き合いそうで付き合えなかったみたいな感覚やられたら女の子と。うわ、もうちょっとやったのにっていう。絶対ちょっと一個、一手間違えへんかったら付き合いとったみたいなとこあるやん。それ、似とるわ、多分。あのメールをこうせへんかったら、もうちょっとしつこくせへんかったら受け取ったみたいな。それに近い感覚。きついなぁ、さっきの一番辛い思い出があれやわ。人生で一番辛い思い出ランキング入るかもしれません。いや、ほんまに。きついなぁ。きついな、辛いなぁ。なぁ。なんかなってくるな、こうやってたら。ただまぁ強くなっていくこの実感はあれで、やっぱり。レベル上がったらだいぶ能力変わるからな。ほんまに。ほんまにめっちゃ変わるからな。多分10レベル変わっただけで多分 HP とかもほんま、私100ぐらいちゃうんちゃうってぐらいちゃうんじゃない？それはないやろうけどな。絶対。行くぞ正門から正門全然おらんやな。一番左が一番おるよな。うんだ。大広場に。来い！おっしゃ！メタルやけど前。タグやけど。タグやけど、ええで。ててあ、マジで？あ、もうこれきついわ。テリーどこ飛ばされよんねん、ほんま。もう何が最強の剣士や、お前。ほんまに。青か、ほんま。あぶれ。あぶね。あいつほんま強えわ。タイプ G やつ強すぎるやろ、あれ。あいつ軽くほふれるようになったらほんまやばいやろけど。はぐれ。お前雑魚よくて逃げんな、ほんま。どこ行っきょんねん、あいつほんま。素晴らしくやつやな、ほんま。困り、ほんま効くわ。中学校の時にサード守ってたら小回りやたら効くやつおったけど、そいつ一緒や、ほんま。おい待て、みっちゃん。みっちゃんっておったやな、ほんまセカンドサード守るやつで。五条小回り効くんで、ここあいつ逃げるめっちゃ早いわ。ここまで追いかけさせといて、やめろって、ほんまお前何しよんこいつ、ほんま。ここまで追いかけさせといて、ほんま逃げるとかやめろ、ほんまに。あいつどこまで逃げよんねん、ほんま。お前どこまで逃げよんだよ、ほんま。おい。あ、危ねえ。あー、倒した。よっしゃ。あと一匹ね。はい。あと、広間行ってない。メイストレコ、来い！あー、もうここあんま来へんよな。まあ、よ、まあまあ、とりあえず最低限ね。オッケーオッケー、最低限、最低限。最低限、キーフ。あー、やっぱあと3分切った。やばい、まずまずまず。ラスト2回ぐらいか行っても。ちょっとさ、頼むって、見たら最後頼むって。最後めっちゃ失速したな。序盤出だしめっちゃ良かったんやな。まあ、だいたい落ち着いたってことが平均に。うん、やっぱ20分やと平均値ぐらい出ますね。だいたいね。まあ、1回2回やったらわからないんですけど、まあ、20分やるとだいたい落ち着きますね。平均出るんでね。まあ、これぐらいかっていう。まあ、目安にしてもらえればと思います。そういう、まあ、これぐらいなんだなっていう。さて、行きますか！行きますか！行きますかーレイトドゥ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 。もう一匹ぐらいちょっとキング欲しいな。いや、あと5匹ぐらい欲しいな。来いよ、5匹ぐらい、ほんまキング。やばい、2分切ったわ。あ、これラストや、もう。これラストです。これ以上はもうね、ロスタイム、オーバーするんで、もう無理です。よし！ただ遠い！あ、遠すぎる！めっちゃ遠ない？なに、どこ行っきょ、どこ行っきょんねん。どこ行っきょんねん、あいつほんま。何しよ、あいつほんま。チャレならんぞ、ほんま。あー、待って！こいつほんまシャレ、うわ！マジで？うわ、きつ！さっきのきついわ、ほんまに。俺がマンチェスターユナイテッドの監督やって、メッシ獲得しようとしたら獲得できんかって。あれやな、香川真司になってもたぐらいのショックやわ、ほんまに。それぐらいショックでかいわ、ほんま。くそ、香川かよ！って言うな。あ、終わった。マジかー。もうあと1分やからもう無理やな。うわ、なんか右下すごくなったけど、画面。骸骨か。顔がもう。はい、結果発表いきますか、じゃあ。結果的にですが、思った以上に、まあもう予測通りやったな。ほとんど。ほとんど。もう予測通り。ほんまにぴったしやったわ。メタルキング4体。ハグレメタル2体。ということで、メタルキング4体かける2で8万。で、ハグレメタル2体で2万。合計10万経験値。
ゲットしました。何レベル上がったとか、まあこのレベルによるんでね、まあ違うと思いますけど、でもピサロはこんだけ、スキルポイント稼いどうってことは、まあまあ、だいぶ上がったってことだろうな。まあドルモンは強いらしいからな、これ。どこ取ったのかい。マジかよ。覚えとったろか、これ、ほんま。いらんわ。あ、もう覚えとったろか、コンピューター使ってくれるかもしれん、勝手に。あー、逆襲が？まあ、ヒャード、まだかよ。HP ですね。大事です。HP 大事。おー、スキルボンドめっちゃ手に入ってる。きたー。よっとー、品種時アップ。まあ、あとこれかな。はい。というわけで、とりあえず今回は、20分間メタルキングを買ってみたという動画でした。結果は10万経験値ですね。になりました。まあ、これはね、でもね、言っても、その、運もあるんで、あとまあ、その、装備とか、その、現時点のレベルで、また効率変わってくるんで、僕の大体今の強さのレベルだったら、これぐらいかなっていうところですね。まあ、レベル50体ですね。だったら、こんな感じの結果が生まれるという感じの、が分かりました。まあ、ぜひ、参考にしてみてください。というわけで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。